今からですねこちらのりんごの皮むきをやっていきたいと思いますりんごの皮むきは料理の中では基本中の基本とされているものですもう何だったら一番簡単な包丁使いの一つだと僕は思ってますで結構これはえー、っとまあ小学校小学生まあ高学年ぐらいででっ しいいいた方がいいものだと思ってます、はい、もしねあの今、えー、と中学生とか高校生の人生まだできないよって人は、えー、今回、えー、とこの動画を見て、えー、少し勉強してみてください、はいえー、それではやっていきたいと思いますでまずあの包丁なんですけどこれですねこの果物ナイフこれを使っていきますでも非常に やり方はまあ簡単なんですけどまあまずこの手なんですけどまあ持ち方はまあこうですねひまあ僕は右利きなんでこれでいきますで包丁右手持ちますで左手はリンゴでこう当てますわかりますかこんな感じですねでこうここ歯のところにこう親指少し離してくださいはいでこんな感じで持ちますでこれでこう に、人差し指と中指こちらでこう操作してこう入れていきます包丁を、はい、でそしたらこう左手と右,右手の,この親指をりんごにこうこう重点を置いて。で この2つを、2つ左手とで、右手のこの親指を使ってこう、リンゴを回していきます。こんな感じですね。で、力はあのぜあまり入れないでください、右手の方には。力入れすぎると、このままいくとグッと,、えー、と右手の指に。 歯がガッて当たってで切ってしまう恐れがあるので,で力はもう,もう右手のこの力はあまり入れないでくださいそれでやっていきますえもう本当とにもう軽いちょっとした力で全然あのこう歯は入っていきますでこうですねこうゆっくりでいいんでこう動かしていきます でこんな感じですね。はい、とりあえずこう1周向けた感じです。はい。でまた下から行きます。でこうまたここでですねこの指を使ってこう入れます。でそしたらまたさっきと同じようにあまり身は削らないようにちょっとこう。 ちなみにこう深くこう縦にしちゃうと身の方までグッといっちゃうんで極力こう平行線にこう平行に包丁をこう入れてくださいそしたら皮だけが剥けていくようになりますこんな感じですね極力身は削らないようにしながらこう調整して回していくと。 で絶対にここの刃がこの親指には当たらないように気をつけながら回してってくださいでやるときは絶対ここを集中的に見ながらやっててくださいね誰かとよそ見しながらとかおしゃべりしながらやってると,、えー、と指を切ってしまう恐れがあるので気をつけながらやっていってくださいこうですね でこうゆっくりで OK です。こうゆっくりゆっくりこう向いていきます。で最後でこの辺で一回切りますね。ここで一回こう切ります。 まあこんな感じでりんごの皮は剥いていきますはいでまあちなみにこう横からずらしていくやり方で一応やってるんですけどちなみに僕がやってるやり方はまあ大根のかつらむきとか人参のかつらむきとかのやり方で僕は剥いてません普段はまあそのやり方はこうただ横にこうずらしていくんじゃなくてこの包丁をこう上下させながら 切っていくやり方ですね、まあ。こんな感じですね。ちょっと切れちゃいましたけど。はい、もう一度やります。こう回すと同時に、こう左手でこう動かすみたいな。 まあ僕は比較的にこう上下させてる方が僕は得意なので、はい、このやり方でやってますねまあでもあまり上下のやり方は多分初心者の人はできないと思うので初心者の人は全然こういう横にこうずらしていくやり方で全然りんごの皮はむけますので、はい、このやり方でやっててくださいはい えー、先ほどのりんごを、えー、焼きりんごにしてみました、はいえー、ちなみに、えー、とこれはりんごの皮です、はい、これもねあのしっかり食べれるんであの美味しくいただきたいと思います、はいでまあ、今回りんごの皮むきをやってみたんですけどももしねあのこの動画を見てりんご皮むきやってみようとかって思った小中学生の子どもがい,いましたらですね、えー、その時は、えー、必ず、えー、お父さんとかお母さんとか大人の人がいるところでやるようにしてください、はい 胃腸包丁使いはやっぱりあの、怪我する可能性があるので、はい。ちゃんと大人の人に見てもらいながらやるようにやってください。はい。じゃあ今回は以上となります。どうもありがとうございました。